渋谷区立駄田谷小学校は、東京都渋谷区駄田谷2丁目にある公立、小学校。渋谷区地域において、2番目の創立になる歴史ある、小学校である。学校は西方に、明治神宮、東京都立代々木公園、東方近隣に、明治神宮外苑、さらに足を伸ばせば東宮御所、赤坂御用地があり、都内でありながら、緑の多い地域に囲まれた地にある。 明治通り下を走る地下鉄東京メトロ副都心線の北山道駅が北側にあり、徒歩で約五分の距離にある。敷地校舎は、西は明治通りに面し、南と北側は公道に面する。駄ヶ谷小学校の歴史は、昭和初期に再編された渋谷区内では、旧渋谷小学校に次ぐ2番目の創立になる古い学校である。明治初期の学生に基づく、 小学教則により、当時本地域に居住していた家族の長井直明、水野中愛、堀田忠史の三子尺の発起により、本地区の有志がこれに協力した。さらに、付近の私塾であった森締木正の森学校と小菅洋八の経営する小菅学校の漁師塾がその児童と共に合体して、1876年6月28日に、 南豊島郡千田谷村2丁目384番地に千田谷小学校は創設された。この位置は内務省地理局明治21年出版の東京実測全図によれば千田谷八幡社の向かい側、現在の千田谷2丁目37番地の角にあった。ありがとうございます。